1993年のジャイアンツ打線。1番センター尾形光一、2番ショート河合正広、3番セカンド篠塚和則、4番サード原辰徳。原は入団して初めて規定打席に届かず、ルーキーから続いた連続20本塁打以上の記録も12年でストップしました。5番レフト吉村貞昭、6番ライトジェシー・バーフィールド、7番ファースト駒田典弘、8番キャッチャー村田真一、内野手本木大輔、外野手松井秀喜。ルーキーの松井は57試合の出場ながらチーム2位タイの11本のホームランを打ちました。この年はベストナインの選出はなし、ゴールデングラブ賞受賞者はご覧の通りです。